はいどうも岡崎の主です。本日も妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。それでは前回の妖怪プニクイズ正解発表です。正解はそう、稲妻イレブンから日浦 S でした。わかった人はなかなかなプニプニ2稲妻イレブン2ですね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。出現率アップ、8月21日までという形で、前回、ゲットできなかった DS ギャラクシーを当てていきたい。そしてガシャ確率が 1% ということで、さあ早速回していきましょう。たった20連しかないからね。さあ 1%600 連で 0.5 は引けない。あ、けど電気とかはいっぱい出た確率以上に出た。さあ頼む、マジで頼む。1個ずつ全部開けるから。だって20連分しかないから、もう時間もあっという間に過ぎていくんでね。皆さんよろしくお願いいたします。頼みます。10連目、赤くんなよ。はい、まず金で4つ。熱い。青なの、ぐるみ。いくよ。止まれ。止まったら来る。止まったら確定。ここで。違う。マタロウ、お前じゃねえ。マタロウ、またお前が来んのかよ。マタロウの確率の方が低いんじゃないの？ねえ。マタロウ。だろう。いやー違う。くらっ。ああ残念。いやー、本日ラストのガシャでございます。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ということで、さあ来い。頼む。なぜマタロウだったんだ。赤はやめてよ。赤やめ。絶対金来てよ。金来てよ。よし、まず金。金。はい、2つ。よし。危ない。来るよ。絶対来る。信じろ。自分を信じろ。いやー、赤から来ない。いや違う、やばい、これ来ないパターンだ。はい残念。はい、残念ながら来ませんでした。はい、それでは妖怪プニクイズをやっていきましょう。本日の妖怪プニクイズはこいつだ。さあ分かる人はいるかな。なかなか持っていない人も多いのではないでしょうか。妖怪プニクイズの正解発表は次の動画で発表いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは岡崎の主でした。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。